富士パングループ本社富士パン富士パン株式会社は愛知県名古屋市水北に本社を置く製パン企業大手製パン業界では山崎製パン、四季島製パンに次ぐ業界第3位グループ内にデイリー山崎を抱える山崎製パンやココストアを抱える四季島製パンとは異なり大手コンビニエンスストアと資本関係がないことを逆手に サークル系サンクスやミニストップなどへの総菜供給事業にも進出している。日本マクドナルドのハンバーガー用バンズの生産、その他食品の輸送管理も行う。2006年7月1日、管理部門のフジパングループ本社と製造及び販売部門のフジパン株式会社に会社分割した。などミッフィーを1995年より起用し、 年2回の抽選の景品に使用している。過去にはアンパンマン、チビマルコちゃんを起用していた。年に一度、小学生のクラブチームを対象に、全国9地区で、フジパンカップの大会を行っている。卸売パンのパッケージの裏面に記載されている、民話が電話で聞けるよ。の電話番号にかけると、週替わりで色々な民話の語りをテープ音声で聞くことができる、テレフォンサービス。 とんと昔あったと差がある。1981年から始まっており、今でも人気のサービスである。専用サイトでは過去の作品が聞ける。ほとんどが日本の民話であり、約5分から10分間民話を聞ける。最後まで民話を聞くと、フジパンの一口メモとして、パンに関するトリビアが聞ける。たまにはフジパンからのお願いとして、 電話で聞いた民話を友達などに話をしてほしいというアナウンスが流れる。ナレーションはサービス開始時から2003年までは井上洋が務め、井上の成去から1年後の2004年からは2代目として平、辻麻子が担当している。ありがとうございます。